世界初のウィキを開発したウォード・カニンガムハワイ語のウィキウィキという表示。ここでは、ダニエル・K・井上国際空港のシャトルバスの名前。EN、ウィキウィキシャトルウィキとは、不特定多数のユーザーが共同して、ウェブブラウザから直接コンテンツを編集するウェブサイトである。一般的なウィキにおいては、コンテンツは、マークアップ言語によって記述されるか、リッチテキストエディタによって編集される。ウィキは、ウィキソフトウェア上で動作する。ウィキソフトウェアは、コンテンツ管理システムの一種であるが、サイト所有者や特定のユーザーによって、コンテンツが作られるわけではないという点において、ブログなど他のコンテンツ管理システムとは異なる。また、ウィキには固まったサイト構造というものはなく、サイトユーザーのニーズに沿って様々に、サイト構造を作り上げることが可能であり、そうした点でも他のシステムとは異なっている。ウィキウィキは、ハワイ語で、早いを意味する形容詞のウィキウィキから来ており、ウィキのページの作成更新の迅速なことを表し、ウォード・カニンガムが、ホノルル国際空港内を走るウィキウィキシャトルから、取って、ウィキウィキウェブと命名したことに始まる。メディアを再生するウォード・カニンガムのインタビューウィキのソフトウェアはデザインパターンの共同体でパターン言語を書くために作られた。1995年にウォード・カニンガムが確立したポートランドパターンリポジトリが初のウィキだった。カニンガムはウィキの概念を発明し名付け、ウィキエンジンの初の実装を制作した。元々のウィキだけが、あるいはウィキウィキウェブと呼ばれるべきだと主張する人もいる。カニンガムのウィキは未だに、最も人気のある、ウィキサイトの一つである。上記の通り、20世紀の最後の数年に、ウィキは、公開、非公開問わずのナレッジベースを開発するのに有望な技術であることが、ますます認知されるようになった。そしてこの潜在能力は、ヌペジアという百科事典プロジェクトにおける開祖ジンボ、ウェールズとラリー・サンガーに、ウィキ技術を電子百科事典の基礎として使うという、ひらめきを与えた。こうしてウィキペディアは、2001年の1月に始まった。はじめはそれは、ユースモードを元にしていたが、後に、いくつかの他のウィキから取り込まれた、独自のオープンソースのコード基盤に切り替えられた。今日においては、一番項目の多いウィキは、英語版ウィキペディアと言われる。非英語のウィキペディアも、世界でも、比較的に大きい。しかし、2004年において、世界で2番目に大きいウィキは、ユースモードというソフトを使うスウェーデン語のスーズニング、ニューであったように、ウィキペディア以外にも、大きなウィキは存在している。ウィキでは通常、誰でも、ネットワーク上のどこからでも、文書の書き換えができるようになっている。そのため、共同作業で文書を作成するのに向いている。この特徴から、Wiki は、コラボレーションツールやグループウェアであるとも評される。貴重な脳細胞の無駄遣いを減らせる有用なツールで、あるとの評価もあり、プロジェクトマネージャーが知るべきことの一つとしても挙げられる、ことさえある。ソフトウェアとしては、はじめに登場したプログラムに改良を加え、あるいは、それを参考にしたりして、現在では、多くのウィキが出回っている。WWW サーバーを用いずにウィキを実現し、個人のメモなどとして手軽に利用できるようにしたシステムをローカルウィキという。その場合、ウェブブラウザではなく、専用のアプリケーションソフトを用いるのが一般的である。エンジンの構築が不要というメリットがあるが、アプリケーションごとにマークアップ構文が異なるというデメリットも併せ持つ。多くのウィキに共通する特徴を以下に掲げる。大抵のウィキは、それぞれ独自のマークアップ構文を持ち、ウィキの文書はその構文に従って記述され、そして文書ファイルとして保存される。また文書が閲覧されるときには、マークアップはウィキエンジンによって、適切な HTML に変換されて、ウェブブラウザはその HTML を表示することになる。簡単なウィキでは、基本的なテキストのフォーマットのみが用意され、もっと複雑なウィキでは、表、画像、テンプレートによる、定型文など、さらには、投票やゲームまで実現するものもある。ただ、あまりに多様なので、標準化しようという動きがある。上の例では、HTML では、ストロングタグを使って強調するところを、ウィキ構文ではを使っていたり、ウィキ構文の20スクエアブラケットで、文部科学省、文科省という文字列を囲うことで、同じウィキ内の別の文章へのリンクに変換されたりしているのが見て取れる？ HTML 自体は、高機能で、豊富な種類の要素を複雑に入れ子にしたり、見栄えを調整する、スタイルシートなどを埋め込んだりすることもできる。一般的なウィキにおいては、これらの機能を制限することによって、個々のユーザーがスタイルを埋め込んでしまい全体としての一貫性が崩れる可能性を回避している。また同時に文書の見栄えではなく内容にフォーカスして投稿することができる。さらに発展的なウィキエンジンでは記事の編集にActiveXコントロールや AJAX などで作られた WYSIWYG エディタを内蔵しているものもある。これによりクライアントサイドでの編集を容易にすることができる。ブラウザ外部のフロントエンドツールを用いて、編集を簡素化するツールも存在する。Wiki は、真のハイパーテキストメディアで、その読者を関係するページへと容易にナビゲーションをする構造を持つ。各ページは通常、他のページへの多数のリンクを含んでいる。より大きな Wiki には、階層的なナビゲーションページが、しばしば存在するが、必ずしも使われる必要はない。リンクは特定の構文、いわゆるリンクパターンを用いて作られる。当初は、ほとんどのウィキが、キャメルケースと呼ばれる、リンクパターンを用いていた。キャメルケースは、フレーズ内の単語の頭文字を大文字にし、それらの間のスペースを除いて生成される、キャメルケースにより、リンクが非常に容易になったが、それはまた標準的な綴りとかけ離れた形のリンクが書かれる結果を招いた。キャメルケースベースのウィキはタブリアフコンテンツやビギナークエスチョンズなどの名前のリンクが多いことで即座にそれとわかる。キャメルケースは様々な欠点を持っていたため、ミディエウィキではフリーリンクと呼ばれる20スクエアブラケットで囲ってその代わりとした。このようなキャメルケースを使わないリンク方法は、Wiki の開発者に代替の解決策を探すよう促した。様々な Wiki エンジンは、または、など、他の文字をリンクパターンとして用いている。Wiki で新しいページを作るには、厳密には他のページからリンクされることによって作られなければならない。リンクはトピックと関係のあるページ上に作成される。そのリンクが存在しないならば、それは何らかの方法で壊れたリンクとして強調されることが多い。そのリンクをたどると、ページを編集する画面が開き、ユーザーはその新しいページにテキストを入力することができる。この仕組みによって、全くリンクされていないページが作られる割合は、格段に落ち、高い関連性を持ったページ群が保持されることとなる。また、ある一定のサイズより少ない量しか内容のない記事や、ある記事にリンクするすべてのページを表示するようにすることもできる。Wiki は一般に間違いを犯しにくくするのではなく、間違いを直しやすくするという哲学に従っている。そのため、Wiki は非常にオープンである一方で、ページの内容に関する最近の変更の妥当性を検証するための手段を備えている。ほとんどすべての Wiki にある最も優れた機能は直近に更新されたページのリスティングである。これは最近の編集に番号をつけた詳細なリストか、あるいは決まった期間に行われたすべての編集のリストである。一部の Wiki では些細な編集や自動インポートスクリプトによる編集をフィルタして表示しないようにすることも可能である。大半の Wiki では更新のログから2つの機能を利用することができる。一つは、改訂履歴で、その、ページの以前の版を見ることができる。もう一つは、差分機能で、2つの版の差を、強調表示できるものである。改訂履歴を使うと、以前の版を開いたり保存したりすることができて、それによって変更される前の内容へと復元することも可能である。差分機能は、Wiki の利用者が最近の更新ページにリストされた差分を見て、許容できない編集だった場合、それを昔のものに戻す必要があるか判断するのに使うことができる。この手順は使っている Wiki エンジンにもよるが、多かれ少なかれ自動化されている。改版履歴を保存し、過去の任意の版へ戻す機能を提供する Wiki エンジンも多い。もし許容できない他人の編集が最近の更新のページから消えてしまっても、それをさらに追いかける機能を持っている Wiki ソフトウェアもある。Wikipedia で使われている MediaWiki は、初めてウォッチリストを備えた Wiki で、自分が選択したページの最近の更新を見ることができる。多くの Wiki は、ユーザー登録を義務化することは避けているが、事実上すべての大きな Wiki エンジンは、コミュニティのルールを常習的に破るユーザーを制限するためのいくつかの方法を備えている。その最も一般的な方法は、ある特定のユーザーの編集を禁止することである。これは特定の IP アドレスからのアクセスを禁止することで果たされる。しかしながら、多くのインターネットサービスプロバイダは、接続のたびに新たな IP アドレスを割り振るので、IP アドレスを用いたアクセス制限は比較的簡単にすり抜けられてしまう。また、無関係なユーザーのアクセスを制限する結果になってしまうこともある。小さな Wiki では単に彼らにページを好きなだけ壊させて破壊者が去った後にそのページをすぐに復旧することが戦術として採用されることが多い。この戦術は大きなコミュニティの状況ではしばしば受け入れられないことがある。時限式の編集禁止措置が行われ、特定の範囲の IP アドレスから編集することを禁止する措置へと広げられる場合もある。これを抑止力として破壊者がある期間内に編集ができなくすることが可能となる。さらに、いくつかの Wiki はデータベースを読み出ししかできないモードに切り替えることができる。あるいは、期日までに登録されたユーザーだけに編集を続けられるようにすることができる。しかし一般的に言えば、破壊者によるどんな損傷でもかなり早く復旧することが可能である。それよりも問題なのは、微妙な誤りがページの中に紛れ込み、他の人が気づかなくなっていくことである。多くの Wiki では、ある特定のページへの一切の編集を禁止することができる機能を備えている。MediaWiki の場合、ページの保護と呼ばれる。これを使うことは一般に、Wiki の基本哲学に反すると考えられるので、可能な限り避けるべきであるとされている。Wikipedia の検索大抵の Wiki は、全文検索はなくても、少なくとも記事名の検索を提供している。検索の拡張性は、Wiki エンジンがデータベースを使っているか否かに強く依存する。データベースの索引呼び出し機能は、大きな Wiki での高速検索に必須である。Wikipedia では、いわゆる表示ボタンで読者が検索条件を入力して、それにできるだけ合致するページを直接見られるようになっている。いくつかの Wiki を同時に検索するためには、メタ Wiki 検索エンジンが作られた。Wiki として稼働するプログラムは、Wiki エンジンあるいは Wiki クローンなどと呼ばれる。Wiki クローンという呼び名は、現在で回っている多くの Wiki が、初めに登場した一つのプログラムに改良を加えたり、参考にしたりして派生してきた経緯を表している。Wiki のコンセプトは、比較的シンプルであるため、現在では、様々な Wiki プログラムが作成されていて、中には、非常に単純な機能しかサポートしないとても小さな、ハッカー的実装から、高度に洗練された、コンテンツ管理システムまでたくさんの実装が存在する。Wiki プログラムの多くはオープンソースのソフトウェアであり、Twitter や Wikipedia のような大きなプロジェクトは共同で開発されてきた。多くの Wiki はコードにモジュール化されており、プログラマがコード全体を把握しなくても新しい機能を追加開発しやすいように API を備えている。日本語用のサービスは2018年3月現在、存在しないが、いろいろなウィキサイトへ連れて行ってくれる、仮想的なバスツアーというものがある。単にそれは、参加する各々のウィキ上のツアーバス停と呼ばれるページである。それは次のバス停へのリンク、基本的には、ウェブリングというようなものを持っている。各々のバス停のページは、そのウィキに関するいくらかの情報を示していて、どのウィキを探検するかを選ぶことができる。あるいは、次のウィキへのツアーを続けても良い。日本語対応ゲーム特化その他閉鎖。ありがとうございます。